こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、昭和の怪獣って何を思い浮かべる？そりゃ、やっぱりゴジラだろ。ああ、あのメジャーリーガーの？そうそうって、違うわ。多少、違うの？それは松井秀喜だろ。アメリカではゴジラって呼ばれてたがな。そういう意味では、怪獣には違いないがな。たくさんあったわよね、怪獣映画。何本ぐらいあったのかな？そうだな。怪獣映画って言っても、いろいろあるからな。東宝と大映が主に作っていて、東宝がゴジラ、大映がガメラが有名だ。ガメラも聞いたことあるわ。ゴジラシリーズに限って言えば、昭和の映画は15作だぜ。意外と少ないのね。他にも、ガメラやウルトラマンもあるからな。ガメラシリーズで8作だぜ。そんなもんなんだ。もっとたくさんあるのかと思った。でも、いろんな怪獣いたわよね。見てみたいわ。じゃあ、昭和の怪獣映画を解説するぜ。まず最初はゴジラだろ。昭和29年公開の、日本を代表する怪獣映画だぜ。ゴジラは、よく知ってるわ。有名だもん。そうだな。でも、最初はゴジラは悪者として描かれた。そうなの？ゴジラって正義の味方のイメージが強いけど、海中にいた巨大生物が東京に上陸し、破壊を繰り返し海に逃げるという映画だ。あらら、人類の敵じゃん。最終的には科学者が自分の発明を使って、道連れにするところで終わる。でも、死んだかどうかはわからないのよね、確か。続編を考えたんだろうな。でも、なんで怪獣になっちゃったんだろ。それは、その時の時代背景がある。設定では、南太平洋での核実験により、ジュラ紀の肉食恐竜が蘇るとなっている。同じ時期に第五福竜丸事件があった。第五福竜丸事件？日本の漁船第五福竜丸が、ビキニ環礁でのアメリカの水爆実験により被爆した事件だ。何かよく似てるわね。核に対する怒りを、その核により蘇ったゴジラへの怒りとして表現した。じゃあ、ゴジラはこのまま悪者なの？どうだろう。次の映画を見てみようか。2作目は、ゴジラの逆襲だ。ここでは、アンギラスが登場するぜ。新しい怪獣、登場ね。アンギラスも、原水爆の影響で蘇った怪獣で、別名暴竜とも呼ばれる。ゴジラは、前作で骨になり、2代目ゴジラが登場した。2代目ゴジラ？一体何匹いるのかしら。さあな。今回はいきなりゴジラとアンギラスの死闘から始まる。前回上陸したのは、東京だったから、今回は大阪に上陸したんだ。何と律儀なこと。律儀に大阪城を壊してたからな。困ったもんだぜ。アンギラスと大暴れしたのよね。それで、どうなったの？ゴジラがアンギラスに噛みついて、ゴジラが勝った。ゴジラは正義の味方ではないのよね。ただ、他の怪獣と戦っただけで。その後の大阪の復興が大変だよな。ゴジラは、その後どうなったの？人間が発生させた雪崩に飲み込まれ、氷漬けになった。氷漬けだと、また復活してくるわね。当然そうだろうな。ゴジラの映画は大ヒットしてるからな。となると、次はどんな怪獣が出るんだろう。次は、空の大怪獣ラドンだ。ラドン？何か聞いたことあるわね。そうだ、ラドン温泉だ。ラドン温泉って怪獣ラドンから取ったとか。そんなわけないだろ。そっか、絶対そうだと思ったのに。で、どんな怪獣なの？水爆実験の地殻変動により阿蘇山付近で卵が孵化して現れた。今度は空を飛ぶ怪獣だ。速さは音速を超える。音速超えるなんてすごいのね。どんだけすばしっこい怪獣なの。2頭誕生し、成長した1頭が航空自衛隊と空中戦を展開した。ラドンは佐世保や福岡で暴れ回ったぜ。ゴジラは出てないの？今度はラドンだけの話だな。この後、帰巣本能で阿蘇山に帰ってくる。そこへ自衛隊のミサイル攻撃で、阿蘇山が噴火する。2頭のラドンは、阿蘇山の溶岩の中に消えるんだ。人間の都合で孵化させられて、人間の都合で倒されて、何だかかわいそう。そうだな。初期の怪獣映画は核に対する怒りと悲しみがテーマになってるからな。怪獣の存在を借りて、問題提起してるのよね。大ヒットしてるということは、それだけ関心が高いということだ。それにしても、日本全国が舞台になるのね。次はどこかしら。次は、大怪獣バランだ。バラン？弁当に入ってるバランじゃないぞ。先に言われた。わかってるわよ。バランは、別名ムササビ怪獣とも呼ばれる。今回は、東北地方の北上川流域で出現する。そして、銚子沖から羽田空港に上陸する。今度は羽田空港なのね。今回もゴジラはいないのかしら。今回も自衛隊が相手だな。
自衛隊が、次元装置付き特殊火薬を照明弾に仕込み、それを飲んだバランは体内から爆発する。完全にやっつけちゃったわけね。そうだな。次はあの有名な怪獣モスラだ。モスラーや、モスラーやのモスラね。ザ・ピーナッツだな。映画では、小美人という双子の妖精の役もやってた。どういう話だっけ？島から誘拐された小美人を、孵化したモスラが探す話だ。この映画には、当時の世情や政治状況が反映されている。例えばどんなことが反映されてるの？フェミニズムや先住民問題、安保闘争、サンフランシスコ講和条約などだ。ただの怪獣映画じゃないのね。メッセージ性が強いのかな？やはり、怒りと悲しみだろうな。モスラは、正義の味方として描かれている。怪獣の中でも存在感あるわよね。モスラは、ゴジラ、ラドンと合わせて東方三大怪獣と呼ばれている。この映画は、怪獣を倒さずに大団円を迎えた。怪獣映画の転換点となる映画になったんだぜ。ここから怪獣映画は雰囲気が変わるのかな。じゃあ、次を見てみようか。次は、キングコング対ゴジラだ。キングコング？日本のキャラクターじゃないよね。キングコングはアメリカの怪獣キャラクターの元祖だぜ。今回はゲストとして参加している。あっと驚くため五郎だわ。久しぶりのゴジラに助っ人現るだわね。まるでメジャーリーグだわ。メジャーリーグから離れろって。この作品から、怪獣の対決ものに転換した。序盤は、テレビの普及率が高まっていた世相を反映して、テレビ業界が中心だぜ。怪獣映画もその時代の背景が入ってて、見てると面白いわね。キングコングも相当暴れたんだよね。国会議事堂に登ったり、電車掴んで壊したり。主要襲撃地点は、那須、東京、富士山麓、熱海。熱海城も破壊された。熱海城なんてあったっけ？細かいことは気にするな。二刀の激闘で破壊されたんだ。この作品から、メッセージ性よりも、娯楽性が強くなったんだぜ。次のが知りたくなったわ。次は三大怪獣地球最大の決戦だぜ。三大怪獣ってさっきの？そう、東方の三大怪獣揃い組だぜ。ゴジラと、ラドン、モスラだっけ？そうだぜ。三大怪獣が結束して敵と戦うんだぜ。その敵って、相当強いんだろうね。宇宙最強の怪獣、キングギドラだ。ゴジラシリーズ初の宇宙怪獣だぜ。ゴジラのライバル怪獣として、囲碁の映画にもたびたび登場する。黒部峡谷で隕石から姿を現し、東京を壊滅に追い込む。最後、ラドンに乗ったモスラに糸を吐かれて、ゴジラに宇宙へ放り投げられた。ゴジラが地球を守ったってこと？そうだな。この作品から、ゴジラは善玉として描かれるようになった。宇宙に逃げたわけだから、また襲ってくるよね。だろうな。次はフランケンシュタインの怪獣サンダとガイラだ。フランケンシュタイン？またゲスト？いや、本場のフランケンシュタインは出ない。山と海のフランケンシュタインで、サンダとガイラと名付けられる。サンダとガイラは同じ細胞からの分身であることが確認される。つまりクローンってことね。根底には、日本古来の神話海彦やまびこが敷かれている。サンダとガイラは戦いながら外界へ出て、海底火山の噴火に巻き込まれて消えた。クローンなんて、もうこの時代に話題に上がってたのね。1891年にウニの受精卵から初めて作られ、アメリカで買える、ソ連でマウスが作られた。この映画の背景には、クローン技術に対するものもあるのかな？あるかもしれない。技術の進化への恐れを表現しているのだろう。今回もゴジラはいなかったわね。次はどうだろう？次は怪獣島の決戦ゴジラの息子だ。ゴジラの息子ってミニラのことかな？そうだ。卵から孵化して、カマキラスやクモンガと親子で戦った。確か、ゴジラに息子がいると分かった時、ゴジラはオスかメスかって話題になったわよね。そうだな。それで当時の宣伝材料には、わざわざパパゴジラと表記されたんだぜ。まあ、見かけからして、あのいかつさはオスでしょ。ゴジラを見かけで判断しちゃいけないぜ。まあ、どっちでもいいんだけどね。ミニラの登場で、子供たちは大喜びだったよね。それを見越してのミニラだったんだけどな。ゴジラはオスとして、ミニラはどっちなんだろ？どっちでもいいだろ。次行くぜ。次は怪獣送信劇だ。送信劇ってことは、怪獣がたくさん出てくるのかな？ゴジラをはじめとして11体の怪獣が出てくるぜ。これは、昭和のゴジラ映画の中では一番多い。まるで、オールスターみたいね。そんなところだな。スケールも大きくて、世界各地の都市を怪獣が襲う設定になっている。
SF ブームと宇宙開発ブームの最盛期に作られたため、宇宙船の話も出てくる。また、怪獣ランドという島の設定があるが、これは後のテーマパーク構想の先駆けと言われる。すごい。そういう意味では、集大成であると同時に、先駆的な作品でもあったのね。そうだな。携帯テレビなんかも出てたからな。未来を予見したような作品ね。次はどうかな。次は地球攻撃命令ゴジラ対ガイガンだ。この作品で、東方チャンピオン祭り路線を確定したと言われる。東方チャンピオン祭りって何？ゴジラが他怪獣と戦い、怪獣チャンピオンを競うというものだ。映画のストーリー性よりも、怪獣の戦いをメインにするってこと？そういうことだな。しかもチャンピオンを決めるっていうゲーム性もある。完全に娯楽作品になったってことね。でも、ウーマンリブやウチゲバ、ヒッピー、教育ママなど盛り込まれている。その当時のものね。他には？科学万能主義に対するアンチテーゼも盛り込まれている。科学が発達しすぎると平和は遠のいていくかもしれないと締めくくられている。社会のこともよく見てるわね。これだけ進化していったら、次はサイボーグだったりして。次はゴジラ対メカゴジラだ。メカゴジラって、なんだろう。ロボット怪獣だ。ゴジラを模して作られたものだ。ロボットキャラクターは、当時のロボットアニメブームの影響とされている。舞台は沖縄海洋博覧会に絡め、沖縄本島だった。結局はゴジラ対ゴジラなのよね。勝負つくのかしら。元祖ゴジラは強かったってことだな。宇宙人には負けられないもんね。さて、東方のゴジラシリーズはこれで終わりだ。次は大英のガメラシリーズを解説するぜ。まずは、大怪獣ガメラからだな。ガメラは、アトランティスの伝説の怪獣で、氷の下で8000年以上眠り続けていた設定だ。それがまたどうして、目を覚ましたの？原爆を積んだ国籍不明の飛行機が撃墜されたことで、核爆発を起こしたためだ。こっちも核問題が根底のテーマになってるのね。ガメラって善玉のイメージがあるんだけど、どっちだったかな？襟裳岬や羽田空港から上陸して破壊するけど、少年を助けようとするから、まだわからないな。ガメラって、空飛んだわよね。手足を引っ込めて、そこからジェット噴射して、回転しながら飛ぶぜ。覚えてる。よく目が回らないわね。首も引っ込めてるから、周り見えてないからな。目をつぶって回っても、目回るわよ。怪獣は目回らないの。細かいことを気にするなって。この作品では、ガメラは自衛隊の攻撃を受けて、宇宙に追放される。やっぱり、悪者扱いなのかな。人間が核を扱ったからだとしても、突然現れて破壊してるからな。次ではどうなのかな。次は大怪獣空中戦ガメラ対ラオスだ。ギャオスは超音波怪獣で、人食い怪獣とも呼ばれる。完全にギャオスが悪者ね。人間食べるんだもん。そうだな。富士火山帯の噴火でラオスは目覚めた。また、同じ富士火山帯の噴火で、炎を食べにガメラは飛来した。襲われそうになった人間を助けて、名古屋の上空でギャオスと空中戦を行う。一旦は取り逃がすも、ガメラは人間の誘いに乗り、ギャオスと再度戦う。どうやってガメラを呼んだの？ガメラは熱エネルギーを食べるから、ギャオスのいる山に火災を起こした。なるほど。まるで、人間とガメラが一緒に戦ってるみたい。最後、ガメラはギャオスを抱えて、富士山火口に飛び込んでやっつけた。やっぱり正義の味方、ガメラだわ。じゃあ最後だ。ガメラ対深海怪獣ジブラだ。この作品は、復活した怪獣などではなく、宇宙人の設定だ。ジブラ星から来たジブラ星人は地球人を誘拐して地球に降伏を要求する。国連は地球防衛軍を組織して、ジブラ星人に対抗する。ゴジラの初期に比べると、随分変わったわね、設定。宇宙人が絡んでるからな。ジブラ星人は、宇宙船を破壊され地球で巨大化。人類に対する復讐を始める。ガメラは一度海中でジブラに負けるが、陸上に引き上げて勝利する。ガメラは人類を救ったのね。そういうことだ。舞台が宇宙に絡んできたのは、各国の宇宙開発が活発化したのも反映されている。核問題から始まって、当時の政治状況や社会情勢が反映されて、歴史を感じるわね。それとともに、特撮技術も発達した。特撮の神様と呼ばれたつぶらや英二が、ミニチュアセットと着ぐるみ怪獣を生み出した。それであの迫力のある映像ができたのね。見てるとワクワクするわね。もともと、怪獣映画って日本で生まれたものなの？いや、アメリカの原始怪獣現るという映画だと言われている。1953年、昭和28年の作品だ。核実験によって、氷河の中の恐竜が蘇った設定だ。
レイ・ブラッドベリの短編無敵を下敷きにした怪獣映画だ。あっと驚くなんとかね。ゴジラそっくりじゃない。真似したのかな。そういうわけではないだろうけど、確かにそっくりだ。でも、怪獣映画も見直されてるのよね。そうだ。平成以後も続編が作られたし、最近では、シン・ゴジラが公開されて、大ヒットした。特撮技術も昭和に比べて格段に向上して、よりリアリティを出せるようになった。確かに。本物かと思ったもん。それは言い過ぎだろう。そんな怪獣いるわけないだろ。そんなのわからないでしょ。地球上には、まだ未開の地があるんだから。確かに。最近もいろんな新発見あるしな。そうよ。だから、まだまだ怪獣映画は続くでしょう。シン・モスラとかシン・ガメラとか。全部リメイク回。新しい怪獣も考えろよ。例えば、ネッシーとか。それ、本当にいるの？地球上に未開の地があるって言ったの、霊夢だろ。みんなの感想もコメントで教えてくれると嬉しいぜ。昭和の怪獣映画に興味のある人は、高評価とチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ今回はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。